皆さんこんばんは。マクガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。また初めましての皆さん、どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい、本日のテーマは特撮ですが、さらにですね、特撮なんですけども、サムネイルにありますように、プレゼントをいただきました。でさらにですね、今回は、そのくれた方がですね、私のもう、そうですね、本当に幼少の頃からの付き合いの友達なんですね。もうかれこれだから40年近くなる友人、まあ親友からのプレゼントということなんですけど、この新仮面ライダーですけども、それに関係するあるものをね、送ってくれたということなんですよね。私が今ね、ちょっとすぐに映画を見に行こうという状況でもないもので、3月18日に公開となって、もう今今日は4月のね、7日とか4日5日ぐらいですか。なのでまだね、見ることできてなくて、今後もどうなるかわからないんですけど、そんなこともその友人もね、知ってくれてまして、で見に行ったそうなんですけどね。でこれいるかなということで連絡をくれましてですね、いや、いいんかいと聞いたところも、いやいや、いいよ、どうぞどうぞってことでね、くれたものなんですよ。もうね、すぐに送ってくれましてね。はい、何かというのはね、ちょっと一緒にご覧になっていただけたらなというところです。私も開けてないので、この伝票とかね、そういうのも外しましたけども、中は開けておりません。はい、大ヒット中の新仮面ライダーのね、何かというところなんですけどもね。はい、もう本当にね、その友人にはね、もう感謝なんです。はい、ありがとうということですね。はい、私がその映画が好きだったり特撮が好きだったりってこともね、もうよく知ってくれてるので、これはぜひともと思ってくれたようなんですよね。さあ、どこからどう開けましょうかというところなんですけども、本当にね、そうですね。やっぱり、これまでもね、動画を通して、たくさんの方と交流させていただいている中で、その、贈り物っていうかね、プレゼントをくださった方っていうのは、本当にありがたいことに何人かいらっしゃるんですけど、やっぱり、とにかくね、その、いただくたんびに思うところは、やっぱり、その、ね、自分でお金を出して買ったっていうのは、それもね、自分の、頑張りの結果で入手できているので嬉しいのは当然一つですけど、やっぱりね、こう誰かにね、送ってもらえるっていうのはね、やっぱりこれもう本当に格別なものがあるんですよね。その、前別動画でもお話したかもしれませんけど、やっぱりこう、気持ちがね、言えば贈り物をこれにしようかな、これはこうしようかな、これを送ったら喜ぶかなとかね、そういうことをこう考えてくれている時間っていうのが、またそれを思うと、またこう嬉しくなるわけですよね。はい。で、いつもながらですけど、私のチャンネルは台本も編集もなく一発収録ということで喋っておりますし、そういう状況もあって今ちょこちょこ開けてますけどもですね、そのあたりもね、余すところなくちょっとご覧になっていただけたらなというところなんですけどね。はい、ライブ感をお楽しみいただけたらと思います。はい、じゃあちょっとね、何もね、いつも通りのこのマクガイバーの小部屋なもんでね、どうしたらうまく開けられるかを、ね、試案中なんですけど、こうしましょうかね。なんか見てませんからね、私ね。一応画像ではね、っていうものは分かってるんですけど、どういう風に入れてくれてるのかも分からなくて、袋が入ってる感じ。袋に入れてくれてますね、さらにね。ちょっと待ってくださいね。どうしよう。こうかな。こうかな。はいはい。ちょっとね、このあたりもね、含め、私のチャンネルをね、ご存知の方も、いつもの感じでゴソゴソやってるなってわかると思うんですよね。じゃあ、一応たどり着きました。で、3点、入れてくれてるということなんですけど、
じゃあまず1点目いきましょうか。これですね、ドドンと、お、ちょうど裏面が来ましたね。ドドンと、ちょっと待ってくださいよ。まあね、映画をご覧になった方はこれかと思われると思うんですけども、ちょっと待ってくださいよ。よいしょよいしょ。お、結構大きい大きい。じゃあいきますね、せーの、ドン。なあ、なるほど、こういう感じなんですね。すごいな、立派に色紙じゃないですか。こちらですね、入場者特典の第2弾ですよね。本当に色紙のサイズですね。第1弾としては、あ、ごめんなさい、第2弾としては、この1号ライダー、第1号、仮面ライダー第1号の、このイラストに、出演者の皆さんのサインが入ってるということですよね。いやー、すごい。いや、もうこういうのもね、本当、自分の手にできるともうね、今回本当思ってなかったので、いや、もう考えひとしおというところでね、本当に、もうありがとうですね。もう、それにつきますね。仮面ライダー本郷猛。これ多分、それぞれの皆さんの直筆なんでしょうね。の、まあ、そのコピーということになるんでしょうけど、ノットフォーセールということで非売品となってますね。緑川博士雲大奥とか、それから、緑川瑠璃子ですね。そして八王具、コウモリ王具、緑川一郎、はい、ということですね。ちょっと何人か誰だろうっていう名前があったり、その辺が今回のまたミソになっていくんでしょうけどね。はい、裏面は特に何もないですね。あ、でも全然折れてないじゃないですか。その無事に折れずに届けられるかなってことを心配してくれてましたけどね。もう何にも全く折れてないですよ。角も潰れてないし完璧です。はい、いや、でもいいですね、こういうのを配ろうという。まあ実際これオリジナル版、その藤岡弘さんたちが出られてた頃の劇場公開だったかな、だったと思うんですけど、その時にこういった色紙が配られたそうですね。はい、だからそれをまあ言えば、インスパイアというやつなんでしょうかね。今回も実施したというところなんでしょうけど、このイラストのかっこよさですよ。めちゃめちゃかっこいいですね、これ。やっぱり仮面ライダーですよね、ライダー。さて、じゃあ、2点目ですね。2点目いきますよ。2点目はですね、ごそごそしますけども、ごそ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 というとこで、ね、はい、ドドンと。さあ、行きましょうか。よし、画面が揺れてますね。すいません。はい、行きますよ。じゃーんと、せーの、ドンと。おー、はぁ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 。あー、でも様々な言葉が踊っていますね、これはね。これはでも、入場する際にどうもらってるんですかね。ある意味ネタバレのようなことも書かれている気もするし、というところですけどね。これが入場者特典の第3弾ですね。で、仮面ライダー一緒じゃないかと思うんですけど、実はそうじゃないんですよね。ベルトの色も、まあ、赤で、いうことですけども、こちらは仮面ライダー第2号ということですね。まあ、このヘルメットと言っていいのかな、マスクですね。マスクのこのラインも銀色になってる。クラッシャーも銀色ということで、これはもう2号なんですよね。はい。で、仮面ライダー第2号。今回はその第ってつくのがね、まあ、一つポイントですね。一文字隼人、背広の男、サソリオーグ、ショッカー創設者、KK オーグ、K、大量発生型総変異バッタオーグっていいんでしょうかね。そして超オーグ、仮面ライダー第0号。もういかにも意味深なものがいっぱいですね。いやー、でもすごい。色紙は多分今回この2枚で終わりなんでしょうかね。第4弾がなんか、ドッグタグみたいなのが今度入場特典になるみたいですね。すごい。いやー、2枚とも揃うなんてって話ですよね。これでもその友人はどうやってこの2点をもらったんでしょうね。2
人で行ったにせよタイミングがたまたまこの2種類ね、こちらが出てる時にはまだこれはないと思うんですけど、ラッキーなタイミングで2枚別々のものをもらえたんでしょうかね。いやー、いいじゃないですか。もうこれは飾れる。てかこの2枚目もね、全然折れてないですよ。いやー、もうこれはもう感謝感謝ですね。さて、最後1点ですね。おっと、私が聞いてるのではこので終わりなんですけど、いきますよ。3点目いきます。せーの、ドンと、あ、逆さま。というわけでこちらということですね。こちらが第1弾入場者特典ですかね。はい、これもね、自分の手にできる日が来るなんてね、なんせ映画館に行かないとこれもらえないんですからね。まあそのメルカリとかね、ヤフオクとかでバン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 出てるのは知ってますけど、その手は出してないので、入場者特典新仮面ライダーカード、対象年齢3歳以上、ネタバレを含みますので上映後に開封してください。カード2枚入りということですね。はい。で、まあこれなんですけど、まあちょっとね、これは置いとこうかと思ってます。すいません、開けろっていう声が聞こえてそうな気もするんですけど、やめとこうと思います。まあ私自身がまだ見てないっていうのもありますけど、この間私関西なんで、毎日放送の方ですね、毎日放送さんの方で、この新仮面ライダーの前半30分っていうのが放映があったんで、それは見たんですよ。だけど、まあ、それ以降の多分ネタバレもあるでしょうし、で、キャラカードっていうか、なんですかね、出演者さんのカードには、こう、ものによってこう、サインが、直筆で役名のサインとか入ってるのもあるんですよね。まあ、そういうちょっと、おまけ要素も残しつつ、ちょっと置いとこうかなと思ってます。はい。これは、あ、プレックスさんなんですね。プレックスさんもこういうことはよくされてますね。そして、あ、ここに非売品となってますね。で、ここにカード全20種。1パックで全てのカードは揃いません。カード全20種のうち、ノーマルカード、ちょっと見にくくてすいません。ノーマルカード10種と、キャスト実質による役名入りレアカード10種が存在します。アソートはどのぐらいなんでしょうね。まあ普通はこの実質っていう方がね、圧倒的に少ないでしょうけど、でも10、10という、まあ割合としてはなんか結構多そうな気もしますけどね。はい。まあそうですね、これを開けるタイミングは私が映画を見た時かなっていうところですね。ここにちょっと一つの夢を置いとこうと思います。はい。というわけで、以上の3種類だと思うのですが、ちょっと一応中身確認しますね。はい。本当に全然ね、中見てないので。よいしょ。これが、こうですね。そう、もう、すいません。今、じゃらじゃら言ってますけど、中にも袋が入っていて、うん。以上ですね。合ってますね。はい。連絡を取り合った際に聞いた内容の通りかと思います。いやー、本当に、もう重ねて重ねてなんですけどね、もうありがとうと、もうね、会った時にもね、もうもっともっとしっかり伝えたいと思いますけどもね、まあ、なんかね、やっぱりいいですね。自己満足ではありますけど、こういう私がチャンネルをやっていて、結果、こういう、なんか、披露できる場を持たせてもらえていて、で、その、友人にも話ができてっていうね、なんか幸せだなって思いますね。これは幸せな瞬間だなって。いやー、これはかっこいい。というわけで、以上の3点をいただきました。はい。まあね、やっぱ早く見に行きたいんですけどね、でもちょっと見に行けるかどうか分かりませんね。で、あとはね、なんだろう、映画館の音響の迫力云々っていうのは当然あるのは分かってるし、早く見に行きたいっていう気持ちはもう強いんですけど、でも、やっぱりね、等身大ヒーローっていうのが自分の中にどうしてもあって、
映画館のサイズで見なくても十分楽しめるように思ってしまってるんですよね、なんかね。うん、別にその変な意味じゃないんですけどね、なんかあの仮面ライダー、自分の馴染みの問題かもしれませんね。仮面ライダーはテレビでよく見てたっていうイメージがなんかやっぱ強いのかもしれませんね。うん、でウルトラマンはやっぱ巨大ヒーローだから巨大な画面でっていうね、まあまあまあ全然もう大した理屈じゃないんですけど、あのとにかく見たいっていうのはそれだけのことなんですけどね。はい、というわけで、改めまして、友人へありがとうということで、本当に終えたいと思います。いかがでしたでしょうか。もうね、もう幸せです。はい、というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画気に入っていただけましたらグッドボタン、またチャンネル登録、継続視聴、お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。またコメントいつもありがとうございます。励みにさせていただいております。またどうぞよろしくお願いします。私のチャンネルは途中に申しましたけども、台本なし編集なしの一発収録でお送りしておりますので、お見苦しい点等あるやもしれませんが、どうぞご容赦ください。ライブ感をお楽しみいただけたらと思います。またチャンネルとしてはですね、毎日投稿しております。ですので、チャンネル登録していただいてですね、通知のベルマークをすべてにしていただければと思います。毎日17時30分に投稿をしております。はい、とはそうですね、チャンネルの特徴としては映画と特撮を2本柱でお送りしておりますので、基本的にはこう入れ替わりでやっております。映画好きな方は特撮も、特撮好きな方は映画も、見ていただけたら幸いです。マクガイバーの小部屋と検索していただきまして、再生リスト等どうぞご覧になってください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。